北海道と丹波では全然違うんですけど、また江戸前っていうか歯応えがあるようなできる、黒豆ね、うん、こちらのふにゃっと柔らかくできるんですけど、だからそのお好みなんですけど、また煮方も全然違うので、こちらはうん、これは一升で1500円と、はい、そうです、全然違うのね、はい、粒も大きくなると、粒も大きいですね、やっぱいいやつにしとこうかな、じゃあこっちを、じゃあ、ちょっと煮方があれなので、これレシピお入れしますので、レシピおはぐろとかないんですか？おはぐろ売ってないんですよ、うん、一般的にはどうやって炊いたらいいんですか？じゃあ黒くするためには、黒くするためには、うん、鉄、そうですね、錆、うん、錆っていうか、はい、釘の、うん、それが一番早いの、鉄卵みたいなの売ってますけど、あ、売ってんだ、あの道具屋さんにね、うん、それで黒くなります？まあそうですね、あ、無理に黒くする必要もないので、自然の黒でもよかったら、そっかそっかそっか、はい、うん、ちょっと薄茶色みたいなね、そうですね、そういう仕上げでうちもそれでずっとやってますけど、うん、じゃあそうしよう、はい、無理にね、変な鉄っぽくなっちゃいますもんね、味が、そうですね、うん、あのね、もうこれはね、あの丹波のやり方というのは、うん、前の日に全部調味料入れちゃう、お醤油から全部ここ、一回柔らかくしてからじゃなくて、さっと洗ったら、うんうん、これ全部あの調味料入れたの、お砂糖からお水、うんうん、あの全部お醤油を塩入れて、うん、でさっとあの沸騰させたら火を止めて、うんうん、そこに洗いたてのさっと洗ったお豆を入れて、うん、でそのまま一晩置く、うん、で翌日火にかける、でアクはすくう、あの泡みたいな、そうですね、そしたらこっちもじゃあその半分の量でもらってもいいですか、はい、でこちらはこれをやっちゃうともう硬くて食べれなくなっちゃうから、こっちは昔ながらのやり方で、はい、やると砂糖入れたらもうそんなに火、いつまでも火やるとだんだん煮しまって固くなっていっちゃって、あ、そうなんだ、はい、絶対こっち北海道はこのやり方しちゃダメなんですよね、うちの、母はもうずっとこのやり方が不安で、うん、っていうかまあ慣れないので、ずっとあの今までの普通の黒豆の煮方でずっとやってますけど、はい、今回は丹波産と北海道産の2種類の黒豆を買ってきました。この動画では北海道産の昔ながらの炊き方をご紹介したいと思います。まずは洗って12時間ほどたっぷりの水につけておきます。はい、1日経ったものがこちらですね。豆が水を含んでこんな感じになっています。そしたらですね、そのまま煮汁を捨てたりしないで、その煮汁で火にかけていきます。はい、ここでポイントです。7、80度くらいになってくるとこの泡のアクが出てきます。これはこまめに最初よく取ってください。このぐらいになるまでアクを取り続けます。それで最初だけなので、最初だけはしっかりと取り除いてくださいね。あとですね、水がだんだんなくなってくるんですね。そしたらこういうふうに水を足していくんですけど、必ず冷たい水ではなくて同じ温度に温めたお湯を足していってください。そうじゃないとそれも皮がシワが寄る原因になります。こんな感じで作業を進めていきます。だいたい煮込む時間は30時間ぐらい今回煮込んでいきたいと思います。最初のうちは豆が浮いてくるので皮にシワが寄らないよう落とし蓋をしておきます。あとはですね、鍋底に豆がひっついてしまうんですね。なのでたまに鍋底を優しく混ぜてあげてください。はい、だいたい30時間ぐらいですね。3日ぐらいかかりました。豆が柔らかくなって OK かどうかのチェック方法をご紹介します。壁に豆を投げつけてへばりつけばOK です。せーの、はい、ペタンってくっつきましたよね。はい、これで煮込み作業は完了です。急激な温度変化はダメなので自然に冷めるまで置いておきます。そしたらですね、流水で水にさらしていきます。次にですね、この作業は何をやっているかというと、割れた豆と割れてない豆を選別しています。このぐらいの豆の皮にひびが入ったぐらいは大丈夫です。
全体の50分の1ぐらいですかね、このぐらい豆が割れてました。これを入れてしまうと出汁が濁ったりとか傷みやすいので取り除いておきます。次に薄蜜で炊いていきます。この時に水は8合入れました。薄蜜の割合は1合に対して砂糖 30g なので、この場合は 240g になります。はい、そしたらですね、火にかけていきます。この時に 240g の砂糖を一度に入れてしまうと皮にシワが寄る原因になります。なので私の場合は今回5分おきにティースプーンで3杯ほどずつ加えていきました。そしてコトコトゆっくりと煮込んでいきます。薄蜜で煮込んでる間に本蜜を作っていきたいと思います。本蜜の場合は1合に対して砂糖 100g です。これは1升なので砂糖は1キロ分です。この本蜜を3割程度煮詰めます。そうすると色が黄色くなってくるので、それが目印です。はい、3割程度煮詰まったものがこちらです。そして塩でもいいんですけど、今回は甘さを引き出すために薄口醤油を 30cc 加えました。はい、薄蜜で炊き上がった黒豆と本蜜の完成です。はい、完全に冷めたら移していきます。透明のタッパーに入れると最初は浮いてるんですけど、これが沈んだら使ったってことになります。豆自体は黒くはないんですけど、自然な色で美味しく炊き上がったと思います。時間はかかりますが、ポイントを押さえてしっかり作ることができれば美味しい黒豆ができると思います。最後までご視聴ありがとうございました。